じゃあこの CRS コンプロストロースルーってのはどういうものか、まあ、これ言葉の通りなんですけども、まあ、例えばこういうあの割とランダムな 8×8 の正方行列があったとします。でこれ次のページはこれをちょっと簡略化して書いたもので、青いところが対角成分ですね。でピンクのところが非ゼロの非対角成分です。それでこの丸付き数字がまあ対応するこれ列番号ですね、はい、まあ、6だったら6が入ってます。でこの上に書いてある値が成分です。それであのこの素行列の覚え方っていろいろあるんですけれども、ここでは対角成分とそれ以外を別々に覚えるっていう方法をやります。でなんで対角成分別にやるかっていうと、まあさっきお話したこの対角成分で割るっていう前種類を使ってるんで、まあ、これを使った方が割とやりやすいっていうことがあります。でまずあの対角成分は別に覚えてやります。ですからあのダイアゴナルの1から8までですね、C では0からになってると思いますけれども、まあ、1.1 から 51.3 までこうやって覚えてあります。それから、まずですね、それであのこの対角成分を脇にやっときます。するとね、この非ゼロの非対角成分が残るわけなんですけれども、まあ、結局ですね、あのこの白いところは全部ゼロなんで、これをですね、こうやってあの圧縮して覚えてしまうというのが、これがね、あのコンプレスとローストレージの考え方です。まあ、要はあのコンプレスと、まあ、コンプレスって圧縮するっていう意味ですから、まあ、この白いところを全部追い出してね、あのギュッと圧縮して非ゼロのみ覚えるというそういうやり方です。それでインデックスというですね、配列が出てきていましたけれども、インデックスというのはですね、各行におけるですね、あの非ゼロ非対角成分の数を表しています。それで、まあ、あの非ゼロ非対角成分の数をこう数え上げていきますと、2つ4つ2つ3つ4つなんてこんな感じになってますよね。でインデックスというのはインデックスの0が0から始まって、こうやってね、あの順番に累積して足してってる、ね、そういうことになります。で最後に出てくるインデックスの8というのがですね、あのまあ8行目に関するインデックスの値なんですが、まあ、当然のことながらこれの全部の合計になってるわけですね。ですからインデックスの8というのはあの全非ゼロ非対角成分の、数を合計した値がここで得られるということになってます。でこのインデックスというのを使えばですね、何行目にですね、この非ゼロ非対角成分のこれあの全部これ通し番号後で振るわけなんですけども、まあ、通し番号の1番から25番までの何番から何番までがその行に入っているかというのをこのインデックスを使って、まあ、知ることができるということになります。まああの普通のあの三つ行列の覚え方だと、あの白いゼロも全部覚えて、IJ を指定するだけでよかったんですけども、これ圧縮したことによってですね、あの非ゼロ非対角成分の何番目から何番目までが何行目に入っているかというのをこの、ね、インデックスを使って表すことができるということです。例えば、ね、このカンマの後についた数字がこれ通し番号ですね。1からこうやって順番に25まで振っていますけれども、例えばインデックスの3が8でインデックスの4が11です。それでこれはどういうことを意味するかというとですね、これちょっと C とフォートランでやや表現が違いますけれども、あの例えば4行目にはあの9番目10番目11番目が入ってるわけですね。ですからインデックスの、1つ前の行が8で終わってるわけですから、8に1を足した9からインデックスの4までのこの3つがですね、この4行目に入っているということを、意味しています。なのでちょっとこれ分かりにくいですけども、インデックスの i-1 プラス1からインデックスの i 番目が i 行目の非対角成分ということなんで、まあ、まさにこれですよね。 i が4だとすると8プラス1の9から11までが9、10、11であると、まあ、そういうことを意味しているということになります。で次に出てくるのアイテムと A マットというのはまあ、これ対になっています。でアイテムというのはそれぞれに対応したです、ね、列番号を表しています。で A マットというのはそれに対応した行列の成分の値を指しています。でアイテムも A マットも全部で大きさとしては25個の配列を持っていて、で通し番号で値が入っています。で例えばね、この7番目はですね、列でいうと5番の列に対応するのでアイテムの7は5になっています。で A マットの7は 1.5 になってますよ ね、 これね。それでこれ19番目のこの成分というのは、列番号でいうと3番に相当しているのでアイテムの19は3です。それで、まあ、A マットの19は 2.5 という値が入っているということになります。なんで昔はねっていうか三つ行列だと
その A の IJ っていうあの配列を1個持ってればよかったんですけども、ヒゼロ非対角成分でこの CRS になるとですね、このインデックスとアイテムと A マットっていうこの3つをね、あの使わないと、あとまあ対角成分はありますけどね、その3つを3つないし4つを使わないと、あのまあ行列を表現できないということになります。ですので、まあ、計算量とかね、記憶容量は劇的に減るんですけれども、まあ、ややこのデータ構造とかあるいはその処理は複雑になります。あとね、まあ、今回はあまり詳しくお話ししませんけれども、メモリのアクセス性能もね、実はこの素行列の場合非常に悪くなるんですね。ですのでなかなか計算の性能が出にくいということになります。なので、まあ、ここら辺のことを知った上でですね、もう一回先ほどのね、コンプレストローストレージの、オペレーションというのを思い出してみ、ます。で、D、これさっきダイアグと言ってました、これ対角成分ですね。あとインデックスとアイテムと A マットです。それで、一番外側にですね、I が1から N までのループが並びます。で、これはまあ1行目から N 行目までやってますよということになります。でまずね、yi イコール di かける xi ということで、これがね、対角成分の、計算をしているわけです。で次ですね、これインデックスの i 引く1プラス1からインデックスの i というのが、要はこの i 行目における、このこれですよね、例えば9から11あるいは12から15っていうね、そういう非ゼロ非対角成分の計算を表しています。これは次のページだったな、これ C か。それでその時にですね、この A マットっていうこのね、値ですね、 A マットっていうのはこの行列のこの成分の値ですけども、これは K ですね、これ連続して入ってますので K 番目の値がそのまま入ります。でね、一番難しいのはここですね、それにかかる X の値というのがですね、このアイテムというのが列番号ですよね。ですからそれにかける時に、例えば16番目だったら3列目ですよね、3列目のこの丸3というのがこのアイテムに入っていますので、要は3列目の x の値をこれにかけて y に足しなさいというね、そういうことを言っているわけです。ですので、まあこのね対応を見ていただければですね、大体わかると思うんですけど、まあ、大体じゃ困るんですけども、わかると思うんですけども、まあ、こういう手順になっているということです。それで一応次のページに C でやったらどうなるかということが書いてあります。それで、C の場合には基本的に添え字が0から始まってるわけですね。ですので0から始まってる。でインデックスもインデックス i から始まってインデックスの i プラス1小なりっていうね、まあ、この0から始まって n 小なり n までいくのと同じ論理ですよね。ですのでちょっとフォートランとやや書き方が違ってますけども、そういう手順になっているということです。はい、じゃあね、プログラムの、ね、内容をちょっとご紹介しておきたいと思います。で今日この調子でいくと3次元の終わりまでとてもいかないんですけども、3次元の中身はですね、実は並列計算をやるときにまたもう一回ちょっと詳しく説明するので、で実はね、その前に明日明後日 MPI を勉強していただくんですけども、この1次元のプログラムを、並列化しなさいという課題があります。ですのでそのためにはとりあえずね、このプログラムをちゃんと知っといてもらわなきゃいけないので、一応ね1次元の方はやや詳しく説明します。ただまあこれそれほどね大した量じゃないんで読んでもそれほど、大変ではないです。でまあこれフォートランの例ですけども、まあ、最初にこのいろいろ変数が宣言してあります。それで次に変数表がありますけれども、まあ、ここら辺は先ほどご紹介した通りで、これ C もフォートランも基本的に同じですけれども、この NE っていうのは要素数ですね。で N というのが節定数です。で NPLU というのが非ゼロ非対角成分の総数で、先ほどで言うと25ですよね、インデックスの最後の数です。それで、イターマクと最大反復回数ですね。でこの RZQPDD というのは CG 法で出てくるベクトルの名前です。で、まあ、ここら辺は、まあ、要素の長さとかこんな感じの方ですね、はい。それで、ここら辺が配列ですね。 X というのが座標で、Φ というのが従属変数ですね。で RHS が右辺で、ダイアグが対角成分で W というのはこれ後から出てくるワークの配列です。
で A マットインデックスアイテムっていうのが、これが先ほど出てきたCRS 形式のこのいろいろなね、マトリックスの、はい、配列ですね。で大きさがこの NPLU であったり、この0から N であったりということになります。はい、じゃあちょっとプログラムの中身をね実際に見ていきましょう。でこの1次元のプログラムは短いので、いわゆる副関数というのかな、フォートランでいうサブルーチンはありません。はい、で C でいう関数もない、だメインだけですね。でまず最初にインプットポツダットっていうのを読んでます。これは先ほどのですね、皆さんにちょっと変えていただいたりしたので、最初にこの NE という要素数を読んで、次に DXQV というのがこのね発熱量ね、でエリアっていうのが断面積で、今度というのが熱伝導係数です、熱伝導率ですね。でこれは最大反復回数と、あと CG 法の打ち切り誤差というのが EPS というところに入っています。それで、1次元の問題なんで、例えば NE が4だったら、N という接点数は、プラス1の5なわけですね。ですので、そのように宣言してあります。それでその次の部分で、ファイとか対角成分とか右辺とかね、そういういろいろな配列の領域の確保をしてやってます。記憶領域の確保をしてます。で、未知数とか右辺は、あるいは対角成分というのはこの N のサイズだけ取ってきているわけですね。で問題になるのはこの A マットとか アイテムですね、非ゼロ対角成分とか対応する列番号が、どういうふうに、どのぐらいのサイズを覚えればいいのかというのをここで、定義しなきゃいけないわけなんですけども、これ実はね1次元の問題の場合にはもうあらかじめ、分かってます。で2次元3次元になるとちょっと複雑になるのでこういう形は取らないんですけども、1次元の場合にはもう形状でも決まってしまっているので、最初からねこの 2×N-2 っていうサイズを取っています。それでこれはどういうことを言っているかというとですね、これを見ていただくと分かるようにですね、基本的にこれが元々の全体ですよね。それでそれぞれの要素で積分をしてやって、それを全体マトリックスに立ち込みますので、行列はですね、いわゆる三重対角行列っていうふうになってるわけですね。三重対角行列というのは対角成分を中心にこう3つ成分を持つようなね、そういうものです。ですので従って各行における非ゼロ非対角成分の数というのは2つということになります。ですから 2×N 取っとけば十分なわけですね。ですけれども、この一番端っこですね、左端と右端というのは非ゼロ対角成分1個しか持っていません。要は1個しか要素が接続していませんので、ですので両端では1個ということになります。ですから、2倍の N-2 というのはそういうところが来ているわけですね。2倍の N なんだけど、両端が1個1個ずつ必要ないので2を引いているということになります。はい、それでちょっとここら辺からがですね、ややCとフォートランがだんだん乖離してくるところなので、ちょっとここで注意を喚起しておきますと、C 言語の方では見かけ上ではこの1からになってるんですけど、全部要素とか、接点は0から始まってます。それで要素の局所接点番号も当然ですけど0から始まってますので、ちょっとそこら辺はねプログラムの中身を見ながら注意して、見てください。はい、ですので先ほども言ったようにですね、2倍の、内側の点の N-2 に関しては2倍で、両端の1個ずつを足して2倍の N-2、あるいは2倍の N から2を引いたと思ってもいいんですけども、いずれにせよこれがですね非ゼロ非対角成分の総数です。あとこのアイセルノットっていうのが出てきましたが、これはですね各要素のですねこのそれぞれの接点番号を格納してます。でこれはですね1次元の問題の場合には要素番号が分かれば接点番号で自動的に計算できるんですけれども、これは3次元の拡張とかを考えてわざわざちょっとこういう形を取ってますので、注意してください。でこれ2つ番号が入りますけれども、要素番号の2倍の分だけ配列が取ってあります。で2倍の Icell-1 が Icell、要素番号がそのまま入るわけですね。で要素番号プラス1がこの右側に入るというね、そういう順番になってます。 C も同じですけど番号が1個ずつ減ってますので注意してください。はい、それから各接点の座標ですね、これは DX というのが要素の長さですので、こういう形で、入れています。これも同じ長さなので、あえて入れる必要はないんですが、
まあ、これも多次元への拡張を一応考えて、ね、こういう格好にしてあります。はい、で先ほど申したアイセルノッドっていうところにこの、ね、要素の接点番号をそれぞれこうやって2つ入れてあります。で次に出てくるこの K マットというのはですね、これが先ほど出てきたこの要素マトリックスのですね、要素マトリックスでこういう格好しているわけなんですけども、それのですねこの部分を表しています。対角成分1、非対角成分マイナス1という行列を表しています。で L 分のラムダ A というのはこれは実は各要素によって変えることができますので、あえてこれはちょっと別に覚えさせるというか別に計算させるようにしています。はい、それで次にやっていることはですね、各、この行列ですね、この CRS 形式の、まあ、行列を、まず覚えさせるということをしています。でそのためにはインデックスとアイテムと A マットですね、これを計算しなきゃいけないわけですね。で A マットというのは、まあ、これ実数の情報ですので後で計算することにして、まずここでは、インデックスと、アイテムですね、これの計算を、します。で、まずですねインデックスですね。でインデックスというのは基本的にはこの非ゼロ非対角成分の累積を取ったものなわけですね。ですのでこの非ゼロ非対角成分の和を順番に取っていけばいいということになります。それでまず最初にですねこのインデックスという値にですね全部2を入れてあります。これフォートラン90の特有の書き方で配列イコール2って書くと配列の全成分に2が入るんですね。ですのでこの段階ではですねこの非ゼロ非対角成分の数が2であると考えてですねこれが全部2の値が入った状態になっています。ただインデックスの0というのは必ずこれ0でなければいけません。始まりですのでね。ですのでこれは必ず0を入れてあります。あとインデックスの1ですね、1番目の接点と N 番目の接点というのは、まあ、この今の問題の場合には非ゼロ非対角成分が1個しかありませんので2の代わりに1を入れてあるということをやります。でこの時点ですね、この時点ではですねこのインデックスにはこの累積した値ではなくてこちらの値が入っているんですね。こちらに相当する値が入っています。でその状態で1から N までですねこの1個前の値に足していくっていうですねことを順番にやっていきます。でこの段階でですねこの数を累積したものがこのインデックスの中に入っていくということになります。失礼、まあ、これは非常に簡単なオペレーションですが、はい、よろしいでしょうかね。なのでしばしばこういうやり方で計算していきますのでまあ、このテクニックはちょっとよく覚えておいてください。それでこのインデックスの N ですね、一番最後 のこの、これで言うと8ですね、に相当するところに入っている値というのが NPLU、 ここで言う25という値になりますので、これが、まあ、非ゼロ非対角成分の総数ということになります。ここまでよろしいでしょうか。そしたら次はですねまあ、このアイテムの値というのを入れてやるわけですね。それでアイテムの値というのは例えば接点番号が i だとするとですね、 i という接点は i-1 番目の要素と i という要素がこうやって左と右に隣り合っています。で接点としては i-1 と i プラス1ということになります。で今はね、まあ、2つずつ、基本的には2つずつこうやってね、非ゼロ非対角成分を持っておりますので、1個目でこれ、2個目でこれという感じで、まあ、足していくということにします。ただ、まあ、先ほども申したようにですね、これ次のスライドに書いてあるのかな、書いてないな、一番左と一番右はね、1個しかありませんので、まあ、ちょっとやり方が違うということになります。で、まずこの JS というのがこのインデックスの i-1 です。すなわち、一つ前のこのインデックスの値ですね、2とか6とか、例えば今1番の計算をしようとしているときにはインデックスの i-1 というのは0ということになります。それで、この JS ですね、 JS プラス1というのが、まあ、i プラス1ということになります。まあ、1番の接点というのは、自分の右に1個接点があるだけですので i プラス1というのを足します。でそれに対してですね、一番右側ですね、i イコール n の場合には非ゼロ非対角成分もやっぱり1個しかありません。でそれは自分より1個ちっちゃいやつですね、これしか持ってないということですので i-1 が入ります。
それでそれ以外のものに関してはこうやってね、自分の左と右に1個ずつありますので、 JS プラス1が i-1、 JS プラス2が i プラス1ということで、これでね、あのインデックスとアイテムはあの、まあ、入れ終わるということになります。ここまでよろしいですか。でこれで一応まあこの実数の値以外は全部入ったわけですね。インデックスもできましたし、この列番号も今入った状態になっています。ですのであとはこの成分を計算すればいいということになります。でこのね、マトリックスを計算するときは、あの先ほどの手順に従って、要素ごとにですね、積分方程式を作って、で出てきた要素マトリックスを全体マトリックスに順番に足していくっていうね、そういう方式を取ります。なのであのこの部分ですね、マトリックスアセンブル、あるいはマトリックスアセンブリと最近言ったりしますけれども、この部分というのはあの1から NE、 すなわち要素のループが回ります。要素で計算してその結果を全体マトリックスに達していくっていうね、そういう操作になります。でまずあの各要素はあの2個接線を持ってますので、この IN1 と IN2 というのをこのアイセルノードから取り出していきます。それであの要素の長さはみんな一緒なんですけどね、一応あの X1 と X2 というのがこの IN1 と IN2 に対応した座標です。であの要素の長さ DL というのはこの差ですね、はい、これあの全要素今同じですけどね、一応この DL ということで計算してます。それで次はですね、この EMAT というですね、あのまさにこの要素マトリックスをですね、この KMAT を使って計算します。で KMAT というのはあのさっきもすでに求めているわけですね、あのこの部分です。でここで計算しているのはこの L、 L 分のラムダ A に相当する分で、エリアっていうのが A ですね。で今度っていうのはこれ熱伝導率なのでラムダです。で DL というのはこれね、あの要素の長さということなので、まあ、この、値に相当するのはここで CK と言っている部分です。ですからこの各成分を、ね、こうやって計算してやります。でこれでね、要素マトリックスはもう計算できちゃったわけですね。で以下に書いてあることはそれをですね、あの全体マトリックスに足していくという、そういう操作です。でまずですね、この要素マトリックスというのはこの対角成分とあの非対角成分を持っているわけなんですけども、この対角成分というのはそれぞれのこの IN1 と IN2 に対応したですね、対角成分、全体行列の対角成分なわけなんですね。ですのであのこの EMAT の11と EMAT の22というのはIN1 と IN2 の対角成分に足してやればよろしいということになります。C だとこれ00と11をやっぱり同じように対角成分に足していると思いますけれども、そういう足し算が行われています。でちょっと難しいのは、ね、この非0非対角成分ですね、これをですね、あの全体行列のこの AMAT っていうところに足してやるというのがやや複雑です。それで基本的にはですね、この AMAT ですね、これ2つありますけれども、こちらの、1行目の2列と2行目の1列の成分があるんですけども、これをがどうなるかです。でこれの行き先がこの K1 っていう番地とあの K2 っていう番地なわけなんですね。でこれをですね、先ほど の、 あのインデックスとかあのアイテムとかを使ってですね、計算してやるということになります。それで結構ですね、これはあの複雑です。で、K1 と K2 を決めるのにですね、実はこうやってあのなんていうんですか、場合分けをしなければいけません。それで I 行のですね、あの非対角成分というのはさっきも言ったようにですね、この I に対して I-1 というのがインデックスの I-1 プラス1とインデックスの I-1 プラス2ということになります。ただ今このループっていうのはこの接点を中心に回ってるわけじゃなくて、この要素を中心に回ってるわけなんですね。ですからもしね、この IN1 と IN2 っていうのがあったとしたらですね、この i が in1 であったら、どうなる、 i が in、 i が in1 だとしたら こっちの関係になるわけですね。ですけどこの i が in2 だったとしたらこっちの関係を使わなきゃいけないということになります。ですのでちょっとそこら辺がね、あのやや複雑な使い分けをしなければいけないということになるわけです。ですからこの k1 っていうのは1番目の接点に対するこの2番目の接点がどういうふうに入るかということですね。で K2 というのは、2番目の接点に対して1番目の接点がどういうふうに入るかということを示しています。ですから K1 の方は、1番目に対する2番目だからこっちの関係を使うわけですよね。
ですけれども、あの K2 に関してはこちらの関係を使うということになるわけです。ただ要素番号が1の場合ですね、あの C で言うと0の場合というのはこの左側というのがありませんから、あのプラス2ではなくてプラス1を足すというところがちょっとね場合分けが違っているということになります。それは基本的にはあの IN-1 プラス2を足すのが K1 で、 IN-2-1 に1を足すのが K2 なんですけれども、要素番号が1の時だけちょっと例外があるということです。あ、ちょっともうちょっとこれだと詳しく書いてありますね。まずは K1 を計算するというところを見てみましょう。で、あの普通の要素であればこういう状態ですよね。こういう状態で、IN1 と IN2 というのがあの、あるわけですので、 IN2 というのは IN1 に対して、プラス2ですねのところに K1 という番地があります。ですけれども、あとこれね、K2 の場合には基本的には自分に対してこの左側ということになりますので、まあ、IN2-1 プラス1ですね、これが入ればいいということになるわけですね。で、あの特殊な場合はこれですね、要素番号が1番の場合というのが、IN1 の場合にもこの左側がありませんので、これはあの前のページだとプラス2になってますけれども、プラス1なわけですね。ですのでこの場合を採用するということになります。なのでちょっとこれはパズルっぽいんですけどね、まあ、基本的にはこういうあの1ケースだけ場合分けをしてやればいいということになります。で、水曜日 の、 あの多分午後ぐらいにこれを並列化しなさいという課題が出ますけれども、その時に多分一番面倒くさいのがここです。ですからまずねちょっとこの部分をよく理解していただいて、並列化になるともうちょっと、ね、複雑になるんですね。ですのでそれをいかにうまくやるかということをその時考えてみてください。それはまあ楽しみにしててくださいってことかな。それであとはこの QN のところですね。これはQ.AL をですね、2つに分けて、IN1 と IN2 の RHS に足してやるということをしてやっておりますので、まあ、それをねQN というのがまさにこれですね、 0.5 倍の QV かけるエリアかけるエリア割る DL ですよね。割るになってるね、はい、ですので、まあ、これを、0.5 だから2で割ってるから、はい、これはかけて2で割ってるということになります。で、この値を、RHS との IN1 と IN2 に足してやるということになります。で、これで一応マトリックスですね、係数行列と右辺はできたということになります。そしたら次はね、境界条件を、適用します。まあ、これだと境界条件は適用されてないので、このままでは解くことができません。それでさっきも言ったようにですね、これ境界条件2つあるわけなんですけれども、 x イコール x マックスのところの、温度勾配が0っていう境界条件は何もしなくても自然に入ります。そのまま入ります。ですけれども、x イコール0のところ の、 t イコール0ですね、温度イコール0っていう条件はちゃんと入れてやらないと入らないですね。で、そのための方法をちょっとご紹介します。で、この部分というのは、まあ、第一種境界条件になっているので、ちょっとね、マトリックスを、いじって、やらなければいけません。それがね、この部分です。ただプログラムにすると非常に簡単です。